5月の18日、レジストリカンライブ本日の電話がありました。まずライブに関してなんですが、セットリストが、いいのか悪いのかなというところですね。別に悪くはないと思うんですよね。今までの感じから言うと。ちょっと物足りない気がしましたね。1曲目がアゲイン、2曲目がレインカーネーションかな。ちょっと読みよくわかんないけど。で、3曲目がミッシングで、ちょっとミッシングでテンション下がったんですよね。最近やりすぎなのと、激しい曲がやっぱ好きじゃないんで、単純にミッシング好きじゃないっていうのでガタッと下がりましたね。で、4曲目が何だったかな。あ、マイウェイだ。マイウェイやって。で、あとは、この辺からもう、正確には、覚えてないんですが、まずやったのが、ラストノートはやってるんだよな。その前に2曲か3曲あるんですよ。まあ、そんなレア曲ではなく、みたいなね。ラストノートがあって、その終わりで、まあ、その次の曲がハローウェイになってますけど、そこのつなぎですね。いつもだったらもうぶっつんぶっつんと言ってね、間を空けて次の曲に入るところだったんですが、今回はその曲間をつないで、この世界観を作ってつないでいき、そこからハローウェイで、入りも普段のとは違って、イントロじゃないや、サビのアカペラで始まって、そこからのスタートですね。といつもと違う感じの方です。DJ もこういうことやるんだなって。ここでちょっとテンションが上がりましたね。一気に曲数が良かったから、ラストノートでもうまた盛り上げ曲に切り替わるのかなと思ってたんで、なおさらその後にその雰囲気をやってくれて、ハローウェイというのはかなりテンション上がりますね。はい、でその後ですね、でここから切り替わって、ダンデライオン、中指、マネキン、フルール、アルファイト、なんとかで、アクアリウムをやって、で本編ラストは希望のかけらですね。よかった、希望のかけらをやってくれて、ここでまたテンションが上がりましたね。はい、でアンコール一発目がトレゾアのアコースティックで、その次がディケイルか、ディケイルになって、ライブアダイになってストーリー、ものすごい悪いわけではないけど、ものすごいいいっていうわけでもない。あと今回ちょっと微妙だったのが、会場が1階なんですけど、床は普通にコンクリートというか硬いところだったんで、低温で床が振動しないんですよね。なのでこう体全体が揺れる感じがあんまりなかったので、そこがちょっと物足りないところですね。の問題もあるとは思うんですけど、ギターの音は今回ほとんど聞こえなかったんですよね。ちょいちょい今聞こえてはいたけど、ベースの音が大きかったのは良かったんですが、ギターの音が今回ちょっと小さすぎたかなというのがありました。という感じで今回は良くもなく悪くもなく、でもまあ好きな曲はやってくれ、上がるところは上がった、まあまあまあっていうでしたね。というのが、今回のライブでしたが、一旦これでバイバイ。